ブルーロック、アディショナルタイム。くそ、クリアにだいぶ時間かかっちまったな。誰と組むか。お、ライチ、みんないないぞ。さっき言ったっぽい。ナルハヤとか、ナルハヤとか。いたとしても組むかよ。どうでもいい。てかお前しかいねえのかよ。ナギとかイサギなら組んでみたいよな。つかさ、さっきから目障りだぞワニマーニ。何の用だよ。 あ、そっか、弟が通訳してたからな。何言ってっか解読してみるべ。寿司はどこで食べれますか。侍はどこですか。外国人観光客かよ。つうかこんな裏切り者の片割れどうでもいいし、どうせまたイチャモンだろ。違う、待て。普通に喋った。いいかお前ら、ライチジンゴ、まずお前の食らいつくプレイスタイルが俺は好きだ。あれは凡人にできるレベルのものではない。その荒々しさの中に光る洞察力と執念深さは、お前らがここまで来れた影の立役者と言っても過言ではない。そしてカガマル銀、お前の奇想天外かつ独創的なプレーはオンリーワンだ。一見思いつきでプレーしているように見えるが、実際はその柔軟なバネの身体能力に裏打ちされた最適な行動であり、俺の心を掴んで離さなかった。そして俺はお前らと合いそうな気がする。よって組むべきである。え、そうかな。仕方ねえな。